こんばんは。あ、こんにちは。ソーチャンネルです。ソータロです。カメラマンはマンペイです。ありがとうございます、マンペイ君。はい、急に呼び出されました。はい、お座りになります。何するんですか。本日はですね、はい、新企画始まりますよ。新企画が。いや、そうなの。はい。ソーチャンネルもね、そろそろ DIY に挑戦したいと思いまして。おー、やっぱこのチャンネルといえば、挑戦発信行動っていうモットーがありますんで、はい、2023年一発目のチャレンジ、DIY をします。よいしょ。で、何をするかって言いますと、はい、この部屋をね、アトリエにしたいんですよ。おー、あの、僕絵を描いてまして、はい、あの、絵本とかも、うん、やらせていただいてるんですけども、まあ、床をね、絵の具とかで汚したくないので、うんうんうん、まずは床 DIY をします。あ、なるほど。床を全部何張り替えるっていうか、そう、なんか置くの？置きます。よいしょ。これ、うん、結構重いの。はい、あの、クリックエウカって読むのかな、はめ込み式フローリングを、やっていきたいと思います。なるほど。え、何、はめ込むだけで OK みたいな。そう、はめ込むだけでずれないんだ。パズルみたいになってるのかな。へえ。カチッとはまるんですよ。で、ちょっとガラッとイメージにして、うんうんうん、で、店舗とかにも使える耐水性バリア、土足でも OK みたいな。へえ。なんで、まあ、多少絵の具がこぼれたり、うんうん、水がこぼれてもいいよ。へえ、すごい。じゃあ今からここを、はい、まずは床から、はい、全て床やって、うん、で、絵描く用のテーブル注文しましたんで、うん、はいはい、それを組み立てて、うん、で、壁もね、ちょっと白でちょっと殺風景なんで、ちょっとガラッと変えたいと思います。まずは床から。お前今何時間持ってんねん。はい、ちなみに皆さん今、はい、もうね、間もなく深夜の12時です。23時51分でございます。いや、俺もね、1時間前に到着して今から作業開始。さあ、やっていきますよ。やりますか。やりましょう。はい、というわけでやります。いい、なんかこういうの下手そう。舐めないで。結構何、こういうのって高いの？ね、これワンセット売りでとかだよね、多分。そう、ただこの部屋敷詰めるのに、これに関しては全部8枚入りとかなんですよ、うん、を5セット、うん、で、計2万ぐらい。1セットちょっと値段また見ますけど。じゃあこの部屋全部張り替えるにしても2万円ぐらいですよね。だから本当に自分でやるってなったら、業者さんに頼むと多分めちゃくちゃかかるから、多分10万円コースだよね、多分ね。うわ、え、これめちゃくちゃかっこいいじゃん。コンクリ柄にしました。うわ、俺これ欲しい。え、めちゃくちゃかっこいいじゃん。こう切れ目入れて、お、パーンと折ってなかったの？おるおるおる、ね、そう、切れ目入れてこうパキッと折れるんだよね。そう、ノコギリじゃなくてできるから。そう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 、ちょっと僕でもできるんじゃないかなっていう。まずこうやって置くらしいです。うわ、すごっ。これ最初はいいんだよな、多分。そうそうそう、だからこれ角行くじゃん、うん、角まで行った時に、そう、測って、そう、カットしてみたいなね、やらなかったよね。ただこれめちゃくちゃかっこいいの買ったの。これかっこいいでしょ、この柄。かっこいい。これでさ、これ雰囲気めっちゃ変わるよ、多分。いいよね、うん、この家に合うね。あ、ずれてない？ちょっとずれとる。早速ずれた。なんか浮いてない、ここ。叩いたら、そう、なんか若干ずれとるな。意味叩けよ。何やねんこいつ。合ってるこれ。エアー叩きすんなよお前。合ってる、真上からはめ込んでください。斜めにしないでくださいって。ねえねえねえ、1枚や2枚でこんな時間かって。いや、次行ってみよう。いいね、この初めて感がね。汗だくよ、もう、うん、これでさ、部屋になんかこのラインがあるだけでも違うんだよね。ここにテレビ台置いてさ。そうだよね、うん、そういう使い方もできるかも。ここだよ、ここよね、これで。ここですよ。
これ長さ測らなあかんわけよ。とりあえず、うん、端残して埋めてくって思ったんだけど、ダメなんだそれ。こう切ったやつから始めた方がこうこうさ、あ、そういうことか。こう並んでくるよりこう並んでる方がいいっぽいのよ。なるほどね。だからまずこれ切ります。測らなあかんじゃんね。はみ出た分測ればいいってことでしょ。そう。これ時間かかるぞ。髪の毛大丈夫？やばいぞ。待って、自分映してて。やだ。ちょっとやっぱ浮いてるんですよね。ここがこの段差がちょっとやっぱり。ここがこう。叩いてはめるっていう形だと思うんですけど、時間的にちょっとね遅いので叩けないんですよね。こういうのマジで苦手なんだけど。震えてるやん。微調整で切ろう。また微調整か。いくぜ。うん。切ると。ぽいよ。おお、来た。おお、これこれこれ、見たやつだ。こういうことね。うん、すごいね、なんかちゃんと取れるね。これでハマるかどうかだよ。それよね。あ、いける。ちょっと短い。こっちから。ん？ちょっと突っかえとる。キュッと奥入らんそれ。隙間。隙間入りそう。うん、一番大変。これ大変やね。気になっちゃうんだよこういうのが、ね、この1個のズレがめっちゃ響くんだよね、あとあとズレに。うわ、これ大変やぞ、うん、どうすんの。気をつけて、うん、逆にヤスリで削りたいぐらいやね。もうね。あ、でも、いや、無理やろ。逆に硬そう。手気をつけて。うん。怖い。団長。これいってるやろ。だいぶ斜めに見えるけど。いけるやろ、これ。やめよちょっとこれは一回置いとこう。こんだけ時間かけてちょっと早いもん。どうすん、やり直し。やり直しや。マジよいしょ。ちょっとマジでこれ丁寧にやらなあかんわ、うん、これちょっと。そうね、なんかいいね、慣れてるから。いけるいける。これでいけるやろ。消しゴム消さなかったな、そうだね、最後ね。あ、余裕余裕。むしろちょっと短いわ。気になる。長めに取ってこうなったの。で、次これよ。さっき切ったやつ。うん、それを最初に。そう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 。の、ここに。こっちは斜めに入れるらしい。うんうんうん。うわ、めっちゃ平ら。めっちゃ平ら。ここはめっちゃ平ら。で、これも斜めに入れて、うん、あ、そうそう、斜めに入れるとこうなるんだって。うんうん、こっから押し込むんだ。うん。めちゃくちゃ浮いてる。あるね、あるのになんか拭いて、拭いていい？うん、トロカチ入れちゃうね。これね、どう見てもちょっとはみ出とんのよね。
ょっと一回 YouTube 見よう。おいで。よいしょ、熱くない？来て。止めて。はい。はい、さっきちょっとはまんなかったんですけども、はい、どうやらちょっとだけやっぱ個体差があるみたいで、うん、で、入れ替えたら、違うやつ使ったら入りました。ね、うまくね、やっぱ個体差あるね。そう、さっきね、うん、僕はもうそもそも乗っちゃってたんですよね、この上に、うんうんうん、で、入らなかった、うん、僕は行けました。ちょっとね、これを入れ替えたらこうチェンジして、ね、いいもの持ってるのに何を今更気がついたんですよ。これ本当は壁紙を買ったの、うん、壁紙の隙間、うん、こういうのあるじゃん、今もう浮いちゃってきてるけど、うん、前のやつ、うん、この隙間をこうなくすローラー、なるほどね。これもしかしたらハンマーの代わりに使えるかもしれない、うん、こうやって確かに、うん、いけるか、うん、でもこうやってパッと見、例えば俺はこの辺入ってくるじゃん、うん、マジでこの今ちょっとね、この隙間がちょっと気になるねっていう、最初のね、最初に敷いたやつのちょっと隙間が出ちゃったんでね、こうパッと入ってきて全く気にならないけど、パッと見ね、まあだから住む人が、使う人が気になるか気にならないかのレベルだよね。そうね、でもまあこれぐらい僕はいいです。進めるか、進めましょう、ね、時間的にね。疲れてるやん、マジで15分ぐらいかかると思ってた。壁紙までとか言ってたもんね。あ、完璧完璧、このローラーマジでいいわ。ちょっとね、やっぱ賃貸だと下の階とか、そうだね、賃貸というか戸建てじゃなかったら、うん、下の階の音が気になるから、この時間にハンマーで叩くの怖いよね。だから日中でもちょっと気使うわ。気使うね。うなじ汚な。マジでうなじだけは映さないで。昔前にね、うん、俺が一緒に歩いてたの、そうちゃんとね、うん、ふと俺のうなじ見て、うん、そうちゃんが俺に、うん、お前うなじ汚すぎじゃないって言われてから、うん、今まで、うん、ずっと自分のうなじがコンプレックスで、一時期、うん、毎日、うん、カミソリで剃ってた。ごめんね。今はどう？取らん。ねえ、やめてねえ、汚っ。ねえ、絶対お前よりは綺麗なって自信がある。ほんとふと言われたもんな。汚すぎじゃないって言った。気にしてたんだ、うん、いいねいいね、オッケー。どうすか、ドア完璧です。おい、超ギリギリ、ぴったりだ、すごい、見てこのギリギリ、カツカツだね、カツカツ、気持ちいい、いいね。ほんで最後これよ。これは妥協しないんだ。え、マジ大変だ。大変だね、これマジで。超あれだと思うよ、はめ込むのはもう一番気使うところだと思うよ。マジきついね。きつい。いいか。いい。これはいいと思う。パッと入ってきて、ガチャ。ちょっと半端やな、でも。多分こっから1時間かかるよ、これ。
これきついよね、全部を切らなあかんもんね、しんどくない、しゃあない、あと 9% 電池スティッカー1時間4分休憩しよう、とりあえず、うん、とりあえず、こんな感じになりました、すごい、こう取ったらもう、そうね、こっちが見せなかったらねひとまず完成です、はい、よし、最後にもう一回あのこれ段ボールどかして取ろう、そうだね、うん、じゃあ一旦ここで、初めての DIY、 むちゃくちゃいろんなことがありました、うん、思ったよりむちゃくちゃ大変だったんですけど、これ出来上がったの見てみるとね、すごいよね、初めてとは思えないぐらいできてるね、そうだよね、いやそうだと思う、これは完全なる素人でももちろんあの隙間とかズレとか出ちゃったんですけど、うん、出ちゃったんですけど、いやすごいよ、悪くないよね、悪くない、全然悪くない、ね、やっぱねこの隙間あるけど、うん、全然多少はね、うん、でも言われなかったら、ま、この動画でここから見ても平らに見える全部が、うんと、うん、だ初めてでそうちゃんここまでできたのすごいよ、ね、これいい感じに本編分のおかげでちょっと僕一人だったらねめげてたかもしれないですけど、ね、できました、すごい、ここにイーゼル立てて、うん、絵を描きたいと思います、なるほど、あと壁紙テーブル、そうね、壁紙やってあのテーブルに置いて、うん、ね、でいつかね余裕ができたらこのカーテンとかも変えていきたいですね、ほんと部屋大改造計画だ、ね、というわけで DIY 第1弾終了ですお疲れ様でした、はい、ありがとう、まんべくん、はい、おやすみ、おやすみなさーい、はい、